こんばんは。ダンジョンクロールストーンスープというこのゲームなんですけど、えー、日本語で解説をしていこうと思います。気軽にやってたゴザークプレイだが、ずいぶん深いとこまで降りてきた、えー。もう脱出しても別にいいんですけれども、あのー、とりあえず、アビスあたり潜っていこうかなと思っております。でー、今実際問題、今このスレイ6、非常に強いんですけど、このアミュレットです。 あのー、これですね別にスレイ6以外は体勢なんか絶対埋めなきゃダメなやつがさ埋めているかこう絶対この体勢埋めなきゃダメなのに埋まってないっていうものではないんですねポイズンレジスタンスは他のところでついておりますですからここはスレイ6非常に強いんですが今回よく見てくださいスレイ5すでに乗ってますのでちょっとこれ一旦目をつむってあのリジェネレーションをしっかりかけて降りていこうかなと思っておるところです まあただちょっとね、試しに余裕だったらちょっとスレあ、まあ、試してみるか。物は、なんかこう、いろいろ試してった方がいいんだよこう。このゲームってさ、本当に自分でやらないプレイって本当に自分でやらないから <laughs>、ちょっと意味不明なこと言ってるかと思うんですけど、なかなか自分の慣れ親しんだプレイ以外のことってなかなかやらないので、あのこういう何気ない時ってこう、ふわふわっとこう違うプレイをいろいろ試してみるっていうのは実は大事なんですね。 で今回、あの吸血のバトラックスを装備してますので、これで HP の回復はなんとなく担えるかなと。アビス、今から行くんですけど、アビスは結構、そのもちろん、治療術のも、なんか生命のないモンスターというか、この世のものでないモンスターがたくさんいるので、HP が回復しない場合も多いといえば多いんですが、一方で、あの性あるモンスターも結構出てくるんですよね。なので、まあ、そのあたりやっていこうかなと思ってます。 えー、だからあ、吸血のバトラックスでも意味があるんじゃないかと思いつつ、まあ、こんな、こんなようなラインナップで、えー、今回はアビスに行ってみましょう。実はです私、前回でお金を結構使い果たしてしまったんで、ははは。まあ、いいでしょう。行きます。入る。うわー出口だー行きませんよ、出口。あ、でも、経ね、この、ちょっと、なんて言うんだ。 あの、運試しというかさ、運試しじゃねえな。あの、ゲン担ぎでさ、無事に出てこれますようにっていうことで、この一回出、出ときましょうね。一回出て、また入るーって言って、入っていくと。ゲン担ぎするの結構大事ですからね。あ、ほら、今みたいな感じでエルフいましたよね。こんな感じで、聖あるモンスターも出ますので、えー、まあまあ、なんとかなるんじゃないかなと思っております。さてさて、何ですか、ここは。 このバトルアックスプラス9って十分強いので、まあいいかなと。持ち替えたり丁寧にやってってもいいんだろうけど、まあ別にいいかなと思っています。このタさんは確か HP 回復するはず。このゾウさんも HP 回復する気がするんだよな。違ったっけどうでしょうか回復してた今。死ね。オッケー。金金金と。 俺思うんだけどいつもさ思うんだけどちゃんとやったことないんだけどこれゴザークさ無限にお店出せないここにずーっといればさずーっとお金貯められてさずーっとお金このお金が貯まっててずーっとねあのアルゴスの戦士っていうゲーム昔の横スクロールのさアーケードゲームであるんだけどさかタイムアップするとさなんか化け物みたいなでかい岩みたいなやつがやってきてさ俺を殺そうとしてくるんで無敵の ね。それみたいな感じなんか別に、あの、お邪魔キャラみたいなの出てこないから。例えが古すぎんで、アルゴスの戦士って、ちょっとごめん。もちろんね、あのー、えー、ずっと、あの、ゲーセンとかに通ってる、ベテランの方は知ってるだろうけど、若い人にアルゴスの戦士って言っても、わかんねえぞ。<laughs> いや、わかる人はわかるだろうけどな。あー、ちょっと今、さっきは紫のゲートあったよね。紫のゲート入ってきましょうね。うわーい、出口ら。紫のゲート、さっき、行かせてくれ。 こっちあこっちあちさっきいけねえなこれおり,おりゃ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 っあ,あいますねやっぱりこの生きてるモンスターが来獣とかも HB 回復するんじゃないかなまあだから一応はね 今、何ソ備ルしてんだっけ今,今、今はアミュレットはえスレイのアミュレットを乗っけてるんですね。まあいいでしょう。なんかピンチになりそうだったら、あの、リジェネレーションのアミュレットに切り替えていきましょう。なんだなんだって話だから 空間がいろいろ変わってさっきの場所に戻れないね雑魚ザコモンスターは金に変えていくぞこガタイのいいモンスターは金になるからね <laughs> ブラブラ歩いてどうなんですかどうですかどうですかあこのぷよぷよも生命のあるモンスターなのかな今 h p ググッと回復しましたよねあいいですねいいですね 出口はいいんだよ、出口は。ちょっと一回、喧嘩すぎて一回出ときますか。よいしょと。ひどいね。まあ仕方ね。もうちょっと我慢しましょう。致命的なの出てないので。お、帽子だ。今帽子何装備してたっけあ,あベアースピリットか。そりゃ、そりゃ、ダメだわ。 ベアスピリットのほうがいいよしよしああいいねいいねお金になるねあ2階層うへ,への入り口を発見じゃあ行きましょうよっとお3階層面への入り口を発見しました行っちゃいましょうほい おこれ、これあんじゃねこれ。これあるでしょこれあるでしょ絶対。これはあるでしょいきますよ。おっと、たっ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 た。よしよしよし。突っ込んでいくぞ。これちょっとあの、ルーン優先で、お金よりもルーン優先でいきますからね。ここでモンスターがね、連綿といるんだよね。早くしね、これ。 お金お金 <laughs> ごめん優先するっつったら全然優先してねえごめんコロージョン20大丈夫か治ったなよしこのままぶっ込んでいくぞおりゃおりゃウいイスオッケールーンゲットです無事にルーンゲットできましたねあとは脱出路を見つけるだけですがこういうふうになると逆に今度は脱出するゲートが 見当たたらなかったりすするんですよね敵モンスターを倒し続けると確率だと思うんですけど、えー、別の領域への入り口ですとかあるいは出口のゲートが生成されることがありますのでまあめげずにずーっと敵モンスターを頑張って倒していけばいいんじゃないかなーと思っておりますしかしここ金たまるなよし出た出たぞそしてこのポーションオブヒルでンズこれを拾っておいておお出口だわーい出口だ オッケーイ入るん !5 個目ゲットそしたらですね、もうね、これいっちゃいましょう。ちょっとファイヤーの体性がなさすぎるのがちょっと怖いんだけど。えー、スローイング鍛えて、あれちょっとこれ最速なんぼだっけバトルアックス。20、あ、20まで来てるな。大丈夫だな。あ一応アックス鍛えとくか。よしじゃあね、パンデモニウいってみるか。 ちょっとここリジェネレーションかけるかどうか迷いつつなんだが行ってみましょう。アイテムはまあいいですね。行きます。なんかいきなりここ多分ルーンあるぞ。えー、ファイア系のモンスターが多いので、えー、ここはポーションオブレジスタンスを飲みます。ポンと。で、あのー、ここね、あのー、 愛がたくさんいますよね。目玉。あれ MP 吸収、あ、飛ばされたな。MP 吸収してくるんですが、今回は、あの、近接戦闘職なんで、そんなに困らないと。スレイ読み、読みましょうね。いいよいしょ、と、OK。あ、タワーシールドオブファイアレジスタンス。あ、こうなってくるとこ、ここれは重要になってくるな。ちょっと一応持っとくぞ。これ多分重要です。 めんどくさいね。視界は届くけど、私が向こうに行けないっていうね。しっかり HP を回復しましょう。でもここね、必ず多分ね、必ずあると思うんですよね。ちょっと厳しいかな。やっぱり、シャイニングワンに進行を切り替えた方がいいような気もしてまいりましたが、どうでしょうね。ああ、ちょっとシャイワン1に切り替えるか。 まあ、いけなくもないけどな。ただ、やっぱり、あれだね。ちょっと今の段階で、リジェネレーションもないし、あの、吸血するモンスターもそんなにいないっていうね、吸血できるモンスターって言った方がいいのか。これ多分どこかに、ルーンがあるぞ。この、こんな、決っな空間をたくさんあるってことは。 あーよくないねやっぱりこれああ回復させろあーやっぱりシャイニングワンに切り替えるか。 そうだなシャイニングワンに切り替えて N を立たせなくてもいい組み合わせで降りてみましょうか。まあでもこれはこれで強いからな。ファイヤー、ゴールド。この2つは。うん。やっぱり限界があるね。ゴザーク起業するか。たくさんお店出したけど。 でもせっかくだからあれだね、お金ために貯めて、なるべく貯めて、貯めて貯めて、お買い物してからゴザークの進行をやめた方がいいよね。これどこかにきっとね、ルーンあるよ。この。あ、これそうじゃねえか。これモンスターでしょこれ。倒すでしょあ、ほらほら、ルーンだ。イエス。 うん、やっぱりシャイニングワンの進行が必要だね。じゃあ、脱出して帰郷しちゃいましょう。ただしその前に、あの、せっかくだから金を貯めてさ、ダンジョンにお店の1個ぐらい出しとこうぜだ。で、出した上で買わなきゃダメだからね、確かゴザークの進行をやめると、ゴザークのおかげで出したお店が全部消えちゃうはずなんだよね。閉店ですっ,って。もうお前に売るものはねえっつって。 反面はねえっつってやめちゃうんですねよしこれはもう決心がつきましたまあ一回スローイングも16ぐらいでいいだろトッチングシールドこういいこう そしたら吸血の武器は使えなくなるから盾,盾装備でいったらいいんだなうんシャイニング・ワンにやっぱり頼れるのはシャイワンの兄貴だよなまあ、ちょっと待ってそんな感じでよ違う空間に行ってちょっと脱出しましょうぜ やっぱりちょっとバトラックスダメだなこれ。えっ、ー、と、ウォーアックスにして、えー、と、シールドオブプロテクションでいくわ。で、こタワーシールドって何ボで消えるんだっけペナルティ。25か。もうちょっとだね。あ、マークされたぞ。黙ってもう、あ、ビスすいって。あ、もうすぐ出口だった。ラッキー。はい、帰ってきた。 じゃあね。<laughs> 一旦これでもさ、ルーン、とりあえずあの、あれアビスのルーン取ったんだから一回切ってもいいよね。一旦切れもいいから、切っちゃおうかなと思ってます。切る前にお店を、あ、ポーション屋とか行ってさ、これ買っとくぞ、これ、えー。ポーションオブミューテーション。あとは。 あ、お店出せなくなっちゃった。3800円か。そしたら、もうちょっとアビス行って、金貯めてこよ。こんな金を貯めるためだけにアビス行っていいのかな神様から怒られない大丈夫。ペナルティとかないの大丈夫。行っちゃうよ。はい、金だ、金だ。一回で粘ってよ。金貯めてくぞ。 なんかさ神様怒ってさ敵倒してもさお金にならなかったりしない大丈夫大丈夫そうだね。 ちょっとね、ここに落ちてるお金の額が結構でかいんだよね。なんかその出口ばっかりあんな。もう早く出ろって言ってんのかもしれません。自然に落ちてるお金の額が結構大きいので、それもありがたいですよね。あ出口ばっかりあるわ。なんかね、ルーン取ったら出口で安くなるような気がするんだよね。勝手なんだけど。そんな想像私もしておりますが。 銭稼ぎようなこうやってしていくまあ、いっかもいいかな 出ちゃいましたじゃあお店だぞ最後の1個ありがとうござくええー、アーマーアンティークアーマーアソーティダンティクスじゃあ最後1回アーマーにかけようドンどうですかお,おうわどうだどうだどうだいいじゃんいいじゃんこれあれこれ どうだこれも悪くないよこれ。あ、でも N が下がっちゃうんだよな。N 下がったら意味ないからあ、でも、シャイニングワンに切り替えるんだからいいのか。エレクトロキューションもあるんだから。これちょっと買ってみようぜ。ちょっと金貯めてくるわ。ちょっとまあもう一回、もう一回浴びせ行くわ。<laughs> 金貯めて買うわ。<laughs> すまんこ、コザク。俺は帰をする。その前にたっぷり金を貯めて、買い物してからやめさせてもらう。 え買ったものはさ没収されないよね多分ねそれはさすがに没収されないでしょどうなんだろうちょっと試してみよういろいろ試してみるってことが大事でお金お金お金を拾いに行くぞこれ結構ねいい額落ちてるんだよね 1,400円だって言ってたから頑張って貯めていこうこのねモンスターガタイがいいんだよだからお金の量が結構いいですねこれもガタイいいからほらお金がいいですね24円ももらえる 特に話すことはなくお金をひたすら貯めていくわけですねこういう時になんか気の利いた小話とかができると人生どれだけいいんだろうかって思うけど私には話すネタは全くござらぬ。おなんだここ。おお あ、これは敵もさたくさんいるからあそんなにでそんなにそんなにお金にならなかったねあら46円とかいい感じの額が落ちてんだよねおっいいぞこいつらはガタイもいいから金になるこんな夜は命を落とすやつがいる ここにも繋がってないなんなこと言ってる間にそれなりにお金は貯まってきましたよ また入るアビスのお金の額は結構いい,い,いよねこれ自然と拾えるお金の額がいいんですよ悪くないっていうか悪くないんだからいいよなさああと400円 モンスターたくさんいるね

よし1,500円になったなよしそれじゃあ出ますよっとでここえー、まあただなこれ買ったとしてもなっていう話だからなちょっとかまあ一応買っとここれ買って帰京するわ で例によって獣の住みかのデポ地点に行ってちょっとアイテム同士で相談してみましょうこれ装備数どうなの ?36 の36まあ悪くないけどなでえっ、ー、とこれで電撃毒埋まった。 たんだよな毒って毒で埋まってんのアミレットか。そしたら、うんとエレクトロキューションを電撃毒埋まってんだから、このリングを外せると。で、ファイアのリング、これを。 でえー、っとブーツをうんどうだいどうだいこれで <laughs> まさかこんな優秀なリングを外す日が来るとはなっていうねこのリング。 ねえまあいいでしょうちょっとこれでいってみるわで一旦動画はここでお「おやめ」「おやめ」って自分に尊敬語を使ってしまったがやめようと思いますエリングもまあ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 だなはい、まあ、これでいけばいいのか そうだよな。これで行くしかないよな。もしまた電撃うまく埋まるんだったら、いや、このシャドウドラゴンの、これじゃねえや。どこ行ったこれか。これ別に、これでも悪くない。電撃が抜けるのか、これだと。電撃が抜けると。まあ、電撃抜けても大丈夫か。まあ、あんまり良くはないんだろうけど。 まあいいか。シャイニングワンに切り替えていくんだから N は別に立たせなくていいもの。なんで今これ N こんな立ってるんだ ?N1 本、ここ。ベアスピリットか。まあいいわな。別に。<laughs> OK です。そしたら、もうちょっと整理するか。いや、これ別、あれなんでコロージョンコロージョンって抜けてる今。 何でコロージョン立ってんのこれじゃないあこれで立つんだなあまあじゃあ電撃に目をつむればこのパターンでいけるんだなよしじゃあとりあえずこれでいこうかなと思いますせっかく買い物したがまあいいでしょうじゃあねあの何、ー、で俺こんなトライデント拾ってるんだろう わけがわからないね。えー、そしたらアイテムを若干整理して。いいな。じゃあ、一旦ここで切ります。次ね、あのー、シャイニングワンに切り替えていきます。では、失礼します。